どうもエルザルトです。それではセレスでやっていきたいなと思います。いやね、前回ね夢落ちだったんでね、まあまたやっていこうかなと思いますが、まあ、とりあえず夢から覚めて現実世界に戻ってきたという展開かな、感じ的にはね。あ、全然なんか違うね。お、落ちるんかい。上へいきなり生きるってなるとそれはそれで不安になるな。あ、上いたね。ちょっとまた長話になりそうだけど、よいしょ、ういっ。さあ、お、マデリン来たね。いや、この人も何気に登ってきてるね。頑張ってよかったな。見てよ、この遺跡。やばい写真いっぱい撮れたよ。え、うん。どんな写真？あ、すごい。これで俺もついにフォロワー1000人の大台突破。あー、大台か。そうだ、この瞬間記念して、一緒にセルフィー撮ろう。え、今、うん。いいじゃん、いいじゃん、こんな感じで。あ、本当に写真撮ってるね。超真顔。これワップしないから。いいよ、ワップして。フィルター。本当にフィルター一瞬かけただけ。写真をやってみようと思ったの？じいちゃんの影響。ほう。なるほどね。約束は破らないと。連敗は絶対入らんよな。写真撮られたんでね、ちょっと盗撮で訴えないとね。こっちは特には上にいる用のあれか。結構こういう感じはのんびりな感じだね。最後の最後で、よしよし、先に取ってしまえばってやつだね。結構イチゴは順調。まあこんな感じだけど、どんどんあれなんだろうね、見つからないんだろうね。また電話か。もしもし。あ、お母さんなんだ。モデリに電話くれるのって嬉しいわ。そんなに電話してくれないの。どう？旅行は楽しい？うん、でもちょっと圧倒されてるかな。あ、そか、またパニック発作？あ、パニック発作を持ってるのね。ゆっくり深呼吸して大丈夫よ。一体何があったの？
カクカクシカジカ。さあ、チャプタークリア。あー、じゃあ前回から結構ね、クリアまで近かったんだね。まあ、電話をすると。このイラストの感じがね、可愛いよね。7個。どっか7個あったんだね。B 面アンロック。B 面って何っていうね。あ、そういうことね。なんかあるのね。では、チャプター3入りましょうか。セレステホテル。デス数は勲章だ。失敗の数だけ上手くなる。めげずに頑張ろう。イチゴを気にしなかったらまた抑えれてるんだろうけどね。このモヤモヤは絶対やばいよ。なんか目出てるし。だよね、目だよね。上行けそうだけどなぁ。さすがにいけないか。さすがにだよね、だよね。さすがに取り入れはしないか。まあ上は歩けたけど。という感じかな。ほいほい、危な。おお、なんか鍵がある。あー、そういう感じですか。いちょっと待った、ちょっと待った。危な危な。なんか本領発揮してきた感じがあるね。あー、そういうギミックが出てきますか。難しいよ。どう考えても中に入ってたな。はい、鍵。お、室内。しかも出れなかったし。雇用の方はベルを鳴らしてください。んじゃ。すげえ。今、骨からだったよね。お化け、お前お化けだよ。何をおっしゃいます。私は当ホテルのコンシェルジュにございますよ。改めまして、超一流高級リゾート、セレステホテルへようこそおいでくださいました。私、コンシェルジュの大城と、結構普通の名前。一日客が2人やっと軌道に乗ってきた。お客様、この度何泊のご予定でしょう。いえ、私はただ通りすがりで登山の途中なんです。この先に裏口ありますか？裏口？従業員専用でして、ですが最上階のプレジデンシャルスイートからは山頂の絶景が望めますよと。最高のくつろぎがご用意しております。じゃあそこから屋根に登って裏へ降りられますか。面白い。宿長に気に入ったします。お名前いただいてもマデリンです。本当に泊まるつもりはなくて。さあ、こちらへ、マデリンさん。あ、開いた。なぶれたり、なくなったりしてる。ここで過ごした時間、一生の思い出です。
こんなにくつろいだの初めて、ありがとうございました。怪しいな。いや、これくつろぎねえだろ。思ったより、あー、苦手かもしれないな。あ、なんとなく流れに合わせて。あ、違う違う、ここね、はい、うん。おお、意外と糸、あ、こういうのでね、一回ハマるとね難しいのよ。吸って、おいて、トンとね、やっぱ落ちる力あったか。おい。そんな気がしてたけどさ。あーはあ、そんな難しく考えずに。さあ、鍵は一周してきてからだね。普通に抜けていってしまった。ういっと、あー、なるほど。ってことは、行って、はい、捕まります、捕まります、捕まります、ダッシュで OK か。左、いちごか。この上をさ、終わったねー。いや、勘が冴えてたねー。あれ、今の当たっても大丈夫なんだ。当たり判定がわかんねー。さ、さ、さ。ああ、途中からやり直せるようになってるわけね。続き。お、と。なんだろうね、ドツボにはまった時がほんと難しい。なんだあのビロビロ。あのビロビロ嫌だな。あ、はぁはぁ、そういうやつですか。こうから出てくるパターンですね。あら、そこでヒロヒロが出てくるよね。いや、これは危なあ。ー、でもちょっと待った、あれは上行きたい。こうで、こうの、こう行って、こう行って、こうで、よし、危なかった。左からだよね、ぐるーって回って。あ、今当たり判定。あ、いった。いいぐらいだった気がするけどね。ささ、どうぞこちらへ。マゼリスか。この廊下の先にエレベーターがございますので、
このホテルあちこちがガタが来てるみたいですね。本当に影響してるんですか？もちろんですもん。観光シーズンの書き入れ時ですから、この急で営業しております。ガタが来てる、この人何言ってるんだ。ほっとしてる。お荷物預かりましょう。荷物？いいです、自分で持ってますから。ふむ、そうじゃん。変な客だな。お前がよっぽど変やけどな。さあ、また新しい動きが出てきたね。あーはあ、いや、難しく考えすぎてたか。ないよね。ほいほいほい。やっぱ難しくなってきたね。あ、全然気づいてなかったけど、ダッシュ、ダッシュか。さあ、上らしいですね。一周回る感じか。ドン。こっちもない。ああ、そういう感じか。あ、意外とこの回ってるの苦手かもね。うせえ。分かった途端にこうなる。よしよし。危ねえ危ねえ。はあ、むずいよ。さてこっち。いやー普通に隠しがたくさんあるけどな。急にほんとこのなんだろう、接触したら系はきついね。あー、ポロ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 。意外とそのままでもいって良さげ。あー、ダメか。見てなかったよ。こうで、で、こうの、こうで、と。さあ、ほんと、いちご回収しないだけでだいぶ楽そうな感じはするね。うぅ、刺さる。ああ、なるほど。こうでしょ。ダメ。ダッシュしたらダメ。取って絶対。早い。で、ここに降りないとダメだよね。うそあぶね、よし。で、多分こうなのよ。で、いけた。あの下は特に何もない感じか。すっごい気になるけど。どうも。お、やっぱ下。うっ。
そりゃ早くないかい。よしよし、危なかった。おっと、いきなり始まります。始まっちゃいます。どうしましょうかね。トントントン、乗りながら下がっていくだろうから壁登ってだね。うーわー、バチかー。よし、結構今のシビアだったね。さあ、鍵ゲッチュ。おい、完全に油断した。おい、さあ、そんな、う、嘘でしょ。いやー、なん、やっぱ苦手だなこいつは。お、オートセーブかな。さあ、マデリンさん、もう少しサクサクついてきていただけます。確かに、お前飛んでるからな。コンシェルジュは超多忙なんです。取るお客さんお待ちする暇ないんです。別に待って止まらなくても大丈夫ですよ。裏へ抜ける出口を探してるだけなので。お客様、神様でしょ。やっと経営が動いてきたのに客に切れてどうすんの。さようでございましたか、バテリン様。出過ぎたことを申して大変失礼いたしました。どうぞごゆっくり館内をご覧ください。いたんかい。まあ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 、今回ここまでしましょうか。ちょうどキリがいいんでね。いやー、普通にイチゴ集めが楽しくてやってるけど、まあちょこちょこだね。ちょこちょこしていきながら、死にゲーなんで粘り強くやっていきたいなと思います。いやー、あの黒い丸のやつほんと嫌いやわ。特に回ってるとね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。